1分間チャレンジ。さあ、プランクとサイドプランクを交互にやってみましょう。チャレンジしていきます。さあ、それでは手はこのようについてください。肘が外で、手のひらを内側に向けるように。さあ、まずは15秒ずついきたいと思います。体をまっすぐの状態からスタート。さあ、お腹締めて、お尻も締めてます。呼吸はゆったりとしながらです。さあ、肩をぐっと下げて、首長くした姿勢を続けていきましょう。さあ、次サイドプランク、このまま横向き。さあ、下の脇をぐっと締めていきます。余裕があれば肩から手の先を天井。さあ、キープしていきますよ。30秒。さあ、さらに下向きのプランクに戻ります。さあ、息が止まらないように吐いたり吸ったりです。さあ、体幹の運動を頑張っていきましょう。ふーっと呼吸。残り15秒。さあ、ラストです。私ちょっと背中向きになります。反対側も同じようにキープ。あともう少し5、頑張って。4、3、2、1。はい、OK です。お腹周り頑張りました。